はい、それではこのビデオでは、世界史の現代史についての授業を行いたいと思います。で、世界史の現代史といっても、まあ、現代っていうのは現在まで続くわけで、まあ、どこからどこまでを範囲にしようかって、まあ、困ると思うんですけど、ひとまずこの授業では第二次世界大戦が終わってから、で、まあ、ソ連とアメリカっていう二大大国が、まあ、世界の中心となっていくわけですが、そういう2つの国というか、まあ、その対立と、その対立の主体であったソビエト連邦が、まあ、解体していくまでっていう、その流れをこの現代史のビデオで見ていきたいと思います。で、一度思い出してほしいんですけど、第二次世界大戦では、まあ、大きく2つのグループがありましたよね。まあ、ドイツやイタリアや日本を中心としたファシズム的な枢軸国っていうところの という、まあ、あの連合と、あとアメリカやイギリスやフランスを中心とした、まあ、連合国っていうのが、まあ、2つが対立して、で戦って、まあ、ドイツイタリア日本っていうのがの方が、まあ、負けて、で次はじゃあ連合国による、まあ、世界の安定がもたらされるんじゃないかっていうようなところを、まあ、第二次世界大戦では見ていったと思います。で、その次、第二次世界大戦が終わってから現代史ではじゃあどのような対立が生まれたのかというと、その連合国の中心であったアメリカとソ連で、まあ、この時イギリスとフランスっていうのはかなり経済的にも戦争で疲弊してしまって力を落とすんですけど、アメリカとソ連っていうのはむしろ戦争でどんどん力をつけていった。で、今度はアメリカとソ連は第二次世界大戦中は仲良くしていたんですけど、その現代になってその対立がどんどん目に見えて、あの活性化していくっていうことになります。それでじゃあ、でそれを、まあ、皆さんどこかで耳にしてるとは思うんですけど、アメリカとソ連の対立、冷戦っていうのが現代史の、まあ、重要なテーマとなっていくわけですね。じゃあ、冷戦っていうものがどういうものだったのかっていうことについて、ちょっと地図を見ながら整理していきたいと思います。で、冷戦というのは、そうですね、ごめんなさい、この地図ですね。はい、冷戦というのはまずアメリカとソ連の対立ということだったんですけど、じゃあアメリカとソ連はどうして対立したんでしょうか。まあ、理由はですね、まあ、細かいことを挙げていくとキリがないんですが、大きく言われているのは、その政治経済の考え方、ある意味イデオロギーの違いっていうのが大きな要素となっていきます。まず西側である中心国ですね、アメリカが取っていた政治経済の形態、まあ、ある意味イデオロギーっていうのは資本主義は、現在の私たちの、まあ、経済を考えてくれたらいいんですけど、まあ、国と国が自由な取引を行い、まあ、競争っていうものが存在する経済のあり方ですね。で、まあ、国家がそこまでこう経済に関与して、例えばあなたは米これだけ作ってくださいとか、あなたはここで、まあ、何とかしてくださいとか、なんかそういうふうにかなり国家による統制があまりない競争のある、まあ、経済のあり方が資本主義です。で、次、じゃあ東側の、まあ、アメリカに対するソ連、ソビエト連邦ですね。このソビエト連邦がじゃあどんな政治経済の形態をとっていたかというと、社会主義、まあ、もしくは共産主義となります。ここでは、まあ、社会主義という形で書いてあります。もちろん社会主義と共産主義って2つの言い方があるんですけど、イコールの意味を示しているものではありません。
で、まあ、ここではちょっとあの触りを説明するので、その内容について詳しく知りたい人は、まあ、資料集なんかで調べると、もしくはまあインターネットとかで調べると、あのしっかりとした説明が出てくると思います。で、まあ、じゃあその資本主義に対して社会主義もしくは共産主義がどのような政治や経済の形態をとっていたかというと、あの競争がない、つまり国家によって産業や、賃金なんかが全部整備されているあり方というのが、まあ、簡単に言うと一つの説明になるかなと思います。つまりあの経済の考え方として、競争をどんどん求める資本主義と、競争ではなく計画化された、国家によって計画された産業を目指す、この2つのイデオロギーっていうか、まあ、その仕組みっていうのは相入れないものであったということが言えます。で、そのイデオロギーというか、まあ、その政治経済の考え方が具体的に地図に反映されてくるんですね。じゃあ地図を見てみましょう。ちょっと汚いんですけど、一応これはヨーロッパ、この辺が西ヨーロッパ、ね、ドイツとかフランスとか、まあ、この辺スペインとかあって、でこちら辺が、まあ、東ヨーロッパですね。この辺ロシアのつもりです。で、ドイツっていうのはそのアメリカやソビエト連合国ですね、第二次世界大戦 の、分割統治を行われていたんですけど、ここが真っ二つに分かれます。で西ドイツはアメリカやフランス、イギリスを中心とする、資本主義側が、まあ、占領して、で東ドイツっていうのは、ソビエト、まあ、ソ連が占領するわけですね。で地理的に言うと、ここで真っ二つに線が引かれて、でこちら側がアメリカを中心とする、まあ、資本主義的な経済をとっていくわけです。ちょっと細かいことを言うと、まあ、綺麗に分かれるわけじゃないんですけど、まあ、分かりやすく言うと、でこちら側が、東側はその社会主義っていうのをとっていくわけですね。でまあ、こういうふうに、まあ、きっぱり分かれてそのままだったら、まあ、それでいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、こういうふうに例えば地図上で分かれたとしても、このあと後ろ側はどん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 広がっていくわけですよね。そうすると地図上ではどんどんまだ他にもいろんな場所があるわけです。そうするとアメリカ側はこれ以上共産主義や社会主義がいろんなところに広がっては困るっていうふうに思うわけです。でもちろんソビエトもアメリカを中心とする資本主義が、まあ、大きな力を持ってもらっては困るというわけです。だからここでその他の地域で資本主義と社会主義、ある意味アメリカとソビエトによる代替戦争、具体的にアメリカとソビエトが争いをするわけではないんですけど、他の地域で例えばアメリカの資本主義的なやり方をやろうっていうグループと、ソビエトの社会主義的なやり方をやろうっていうグループが対立して内乱みたいなものが起こってくるわけですね。でそれがまずソ連冷戦っていうものの、言葉の由来なんです。つまりアメリカとソビエトが具体的に戦うわけではないけれど、つまりここである意味冷たい、特に何も起こってないんですけど、ただ他の地域では熱い戦争が行われているというわけですね。でじゃあこちらにちょっと代替戦争を、今の韓国で今も分かれていますけど、これもその連合軍による統治が、まあ、2つに分かれてされていたわけで、でそれがまあホットな戦争につながったといえます。他にもベトナム戦争、これはちょっと時期がずれるんですけど、
たらちょっとここでは説明しきれないんですけど、いろんなアメリカとソビエトの対立、資本主義と社会主義の対立っていうのが他の地域で、まあ、熱い戦争として、まあ、現実化していくわけですね。で、じゃあ、まあ、世界はアメリカとソビエトの、まあ、2つの例えば資本主義と社会主義っていう真っ二つに分かれたのかっていうと、もちろんそうではなかったんです。で、ここでもう一つ重要なアクターっていうのが、あの今まである ある意味先進国の下で植民地としてあの動いていたり、まあ、今まであまり力を持っていなかった地域っていうのがある意味固まって、このような2つの資本主義や社会主義っていう2つの枠にとらわれずにちゃんと一致団結して、この代理戦争の中で戦争が起きることがないようにまとまっていこうという動きが、あの先進国というよりは、まあ、途上国を中心として起きるんですね。それを第三世界の台頭と呼びます。ですが、例えば中国はここでいう共産主義もしくは社会主義っていうのを政治経済の仕組みとして取っています。一方で、まあ、インドはあ、まあだから例えば共産主義を取っていても他の資本主義を取っている国々と第三世界というものでまとまってイデオロギーに左右されない一致団結を生もうとした動きがあります。まあ、例として言うと、まあ、詳しくは説明しませんが、平和五原則、まあ、戦争をしないで、まあ、一致団結して頑張ろうというような提言を中国の周恩来やインドのネルなどが打ち出して、で、これがさらに拡大する形で10原則へ、あとこう結実していくわけですね。で、すごくざっくりとなんですけど、現代史を見ていくときの、まあ、軸としては、まあ、冷戦というものがあると。で、それに対してこのまま冷戦の影響を受けた実際に熱い戦争、代理戦争が行われる。その一方で冷戦の中ので熱い戦争に巻き込まれないで一致団結していこうというこの第三世界の動きが生まれる。このように冷戦を軸として現代史が動いていくというのを、まあ、ちょっと頭に入れながらこれからのビデオを見てもらえればいいかなと思います。で、もう一つ言うと、もちろん今ここで挙げたものがあるんですけど、この冷戦という枠だけで捉えられないいろんなことが起きてきます。まあ、そのことに関してはまた別のところで扱っていきたいと思います。